フアン・アントニオ・マリシャル・サンチェスは MLB の元選手。ポジションは当主。ドミニカ共和国モンテクリスティ州ラグナベルで出身。ニックネームはマニとデミニコン・ダンディー・マール。右投げ右打ち。1957年にニューヨーク・ジャイアンツと契約。1958年にチームはサンフランシスコに移転。1960年7月19日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で。 史上二人目のドミニカ共和国出身の投手としてメジャーデビューし1安打12奪三振で完封勝利。同年は6勝2敗、防御率2.66の成績。1961年は途中7連勝を記録するなど13勝10敗。ジャイアンツ時代のマリシャル1962年は初の開幕投手を務め、オールスターゲームにも初めて選出されるなど18勝11敗。 防御率3.36を記録。チームは、ロサンゼルスドジャースと、熾烈な優勝争いを演じ、残り7試合の時点で4ゲーム差をつけられるが、その後同率で並び、3試合制のプレーオフにも連れ込む。最終戦に先発して勝敗はつかなかったがチームは、勝利し、2勝1敗で移転後初のリーグ優勝を果たす。ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは、第4戦に先発し、 4回無失点で降板。チームは3勝4敗で敗退した。1963年は5月15日から9連勝を記録。6月15日のヒューストンコルト 45S 戦ではノーヒットノーランを達成。7月2日のミルウォーキーブレイブス戦でウォーレン・スパーンと投げ合い、両チーム無得点のまま延長16回まで進み、16回裏にウィリー・メイズがスパーンから サヨナラ本塁打を放ち完封勝利を挙げた。サンディ・コーファックスと並ぶ、リーグ最多の25勝、防御率2.41、リーグトップの321.1イニングを記録し、最多勝ちのタイトルを獲得。1964年は、開幕から6連勝、8月に故障者リスト入りするものの21勝8敗、防御率2四八、リーグ最多の十2関東を記録した。 1965年は前半戦で14勝7敗、防御率1.557完封を記録。オールスターゲームでは、先発投手を務め、3回無失点で MVP に選出された。8月22日のドジャース戦で、ライバルのコーファックスと対戦。打席に立った際に、ドジャースのホシュジョン・ローズボロが、マリシャルの頭部をかすめるように返球し、これに激高して、ローズボロの頭部を、 バットで王打する暴挙を犯し、両チーム入り乱れる乱闘に至ったため多情処分。バットでの王打という蛮行から、ナショナルリーグから9日間の出場停止と1750ドルの罰金を課されるが、特にドジャースのファンからは、1750日間の出場停止にすべきとの声もあった。最終的には22勝13敗、防御率2.13、リーグトップの10完封を記録。 チームは9月4日から14連勝を記録し、ドジャースとの差を4.5ゲームまで広げるが、ドジャースが9月16日から13連勝して、抜き去られ、2ゲーム差でリーグ優勝を逃した。1966年は、開幕から5月終了まで4完封を含む10連勝、防御率0.80と絶好のスタートを切り、5月にプレイヤー・オブ・ザ・マンスを受賞、25勝6敗。 防御率2.23、リーグトップのホイップ0.86を記録した。1967年は、開幕から3連敗するが直後から8連勝を記録し、オールスターゲームでは2度目の先発投手を務めた。しかし8月に故障で離脱し、14勝10敗とやや、不本意な成績に終わる。1968年は、投球内容は、今一つながら5月11日から10連勝。 被安打295は、リーグワーストながら26勝9敗、防御率2.43、共に、リーグ最多の325.2インニング30、関東を記録し2度目の最多勝ちのタイトルを獲得した。1969年は21勝11敗、防御率2.10、リーグ最多の8カンプで最優秀防御率のタイトルを獲得。1970年は故障で出遅れ、 復帰後も、制裁を書いて12勝、防御率4.12に終わる。1971年は18勝を挙げて、チームの地区優勝に貢献。ピッツバーグパイレーツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発しに失点関東と高等するが、敗戦投手となり、チームは1勝3敗で敗退。1972年は開幕戦勝利の後8、連敗を喫し、 防御率3.71ながら6勝16敗と大きく負け越す。1973年は8月以降に勝9敗で11勝15敗に終わり12月7日にボストンレッドソックスに移籍。1974年は11試合の当番で5勝に終わり10月24日に戦力外通告。最後のシーズンとなる。翌1975年3月15日に 因縁のドジャースと契約するが2試合に先発して、防御率13.50と結果を残せず、同年限りで現役引退。戦後にデビューした投手で、シーズン25勝以上を3回記録したのは他に、コーファックスのみだが、同時期に、コーファックスやドン・ドライスレル、ボブ・ギブソン、トム・シーバー、スティーブ・カールトンらの大投手がいたこともあり、サイヤング賞のタイトルはついに縁がなかった。 マリシャルのジャイアンツ在籍時の背番号27サンフランシスコジャイアンツの永久決番に1983年指定引退後フルスジャイアンツはマリシャルの在籍時の背番号27をジャイアンツの永久決番に指定した前述の番号もあったために資格取得1年目でのアメリカ野球伝道入りを果たせなかったが被害者で その後マリシャルと和解したローズボロの推薦コメントもあったことでマリシャルが電動に選出されたのは1983年だった。またドミニカ共和国出身の選手としては初めてのアメリカ野球電動入りでもあった。2005年ジャイアンツの本拠地オラクルパークに左足を高く上げた豪快な投球フォームの銅像が建てられオークランドアスレティックス戦の試合前に披露された。 マリシャルの投球フォームは左足を高く蹴り上げるワインドアップモーションからの豪快なオーバースローを最大の特色としており時に頭部を狙ったビーンボールで威嚇することも実さない緻密なコントロールで対戦相手から恐れられていた左足の蹴り上げの高さは前世時にはウォーレンスパーンのフォームをも上回りほぼ垂直に近い角度まで蹴り上げることもあったこの蹴り上げは 彼の右腕の動きを隠す効果があり、緻密な請求力と相まって優れた成績を残すことにつながった。マリシャルはキャリアの全期間を通じてこのフォームを維持しており、引退後の投球でも足を上げる高さがいくらか低くなった程度で基本的な動作は変わっていないという。マリシャル本人は事前において投げようと思えば、 フォーシームで96マイルパーアワー前後の急速で投げることができたが、5種の異なる投球を行ったために、スピードガンでは大した数字は記録されていないだろうと語っており、今日の評価では、技巧派投手として分類されている。マリシャルのキャリアの通算では、三振2303に対して支球は709しか記録されておらず、三振、支球比率は3.25、1に達した。 ボブ・ギブソン、ノーラン・ライアン、スティーブ・カールトン、サンディ・コーファックス、ドン・ドライス・デール、ウォルター・ジョンソン、ロジャー・グレメンスといった、名だたる速球派投手もいずれも3、1以下であり、この数字を上回る比率を記録していたのは、大リーグ市場では、ランディ・ジョンソン、ペドロ・マルティネス、カート・シリングくらいに止まる。本来は、即級派投手の指標である、K、BB において、マリシャルほど、 大きな投球フォームの技巧派投手がこうした数字を残していたことは特筆に値するであろう。マリシャルは9回投球時の予視球率及び脱三振率では常にリーグ屈指であり、予視球率の低さでは11年で3回トップ10入りを果たしているほか、脱三振率では6回トップ10入りを記録している。マリシャルは左足を高く蹴り上げるフォームからスリークォーターや サイドスローで投球して対戦打者を減惑したことでも知られており特にランナーを抱えたセットポジションでは蹴り上げを低く抑えたサイドスローを主体としている様子が当時のワールドシリーズやオールスターゲームなどの現存映像からも確認できる。マリシャルはこの3種のフォームからそれまでもサチェルページなどリリースの腕の角度を自在に変化させる当時は存在したが マリシャルほどいずれの腕の角度からも同じような投球を行うことができたものは存在しなかったとされる。マリシャルは5種類の腕の角度と2つの異なるリリースポイントを使い分けたと言われており、元投手でピッツバーグパイレッツの解説者スティーブ・ブラスはマリシャルを表して5つの腕の角度から5種類の球を投げ分けるわけだから対戦打者は25通りの選択をしなければ、 ならないのだと冗談を飛ばした。ローズ以外にも、カール・ハベル、ブランチ・リッキーら著名な元野球選手の多くが、マリシャルに非常に高い評価を与えており、スポーツライターのボブ・スティーブンスは、すべての投手をカーテンの後ろに立たせて投球フォームのシルエットのみを見せたとき、マリシャルは、フォームの美しさや、個性の点で、ベースボールファンが最も容易に識別できる、投手であろう。と評している。 マリシャルは、通算243勝、通算防御率2.89、寒五52回、リーグ最多勝ち及び最多完封、最多関東、最多投球回を、それぞれ2回ずつ記録、最多勝率も一度記録しているが、ベースボールファンの間からは、歴代の名選手ほど高い評価を得ていないとされる。アメリカ野球学会の研究者、ジャン・フィンケルは、マリシャルを、 コーファックスやギブソンと比較した際に、マリシャルがワールドシリーズで長いイニングにわたって活躍する姿を残せなかったこと。緻密な制球で抑え込むゆえに、強し速球で対戦相手を圧倒するような投球内容をファンに記憶させられなかったこと。自己主張を抑え、爽やかな外見で常に笑顔を絶やさず、 関東した試合でもユニフォームが汗で汚れることが決してなかったことが一般的な米国人が理想とするひたむきで泥臭い野球選手像から大きく外れていたことなどを記録に反した評価の低さの可能性として挙げている。ありがとうございます。